ジェームズ・ロバート・ハウザーは、アメリカ合衆国フロリダ州、サラ・ソータ軍サラ・ソータ出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。登録名は、豪室。サラ・ソータ高校を経て、2003年の MLB ドラフト2巡目で、タンパベイデビルレーズに指名を受けて契約。メジャー昇格のないまま2009年8月1日に、解雇され、同年11月25日に、 故郷のフロリダ・マーリンズとマイナー契約。2010年6月24日の対、ボルチモア・オリオールズ戦で、6回途中から3番手として、登板し、メジャーデビューを果たすものの、7回に、ミゲル・テハダにラ乱本塁打を浴びて苦いデビュー戦となってしまった。同年のメジャーでの登板は、この1試合のみに終わり、11月6日に FA となった。 2011年2月1日にオリオールズとマイナー契約を交わすもののメジャー昇格のないまま同年11月2日に FA となった。2012年はアメリカ独立リーグのヨークレボリューションとカムデン、リバーシャークス。2013年はアメリカ独立リーグのロングアイランドダックスでプレーした。2014年はシーズン当初はメキシカンリーグでプレーしていたが、 同年5月27日に台湾中華職業棒玉大連盟のラマゴモンキーズへの入団が決まった。しかし一軍で登板することのないまま同年限りで退団となった。ありがとうございます。